俺はいつも部下たちに規則に従うよう厳しくしていたけれど、君といると気が緩んでしまう。もう少し一緒にいたいな。残念だけど、この薬湯が効くのは食玉だけなんだ。もし軍隊の兵士たちにも使えるなら、全体の戦力の大きな向上にもつながるだろうに。自分の弱さを直視できるからこそ本当の強さになる。槍を学ぶのは簡単だが、精進は難しい。極めるなら一生をかけて追求する必要がある。軍隊の基地にはトンデン兵と水死兵がいるから、俺はそういう仕事をやったことがないんだ。でも君のためなら試してみてもいい。民の貧困もなくなり、着るものや食べるものに悩まされない。それこそ戦う者たちが最も見たい光景だ。我が軍の前哨だ。飢餓のない世界への夢にまた一歩近づいた。一人が関所を守れば、万の敵だろうが陥落させることはできない。この人に手出しするつもりか。ならば先に俺の槍を越えていけ。この死竜が君のために戦場へ向かおう。たとえ死んでも君を守るよ。死竜、約束通りに来たよ。これから俺が空想の死竜将軍となる。君に従い、平和のため、飢餓をなくすために力を尽くそう。すでに出征する準備はできている。相手が誰であろうと、命令を下されればいつでも出発できる。朝稽古のメニュー？槍を1000回振って、他の槍術も全部練習することかな。俺なんか見習わないで、簡単なのを練習すればいい。布団の心配はいらない。俺のような武将は、野外でも地べたに横になって、矢筒を枕に寝られるよ。ありがとう。君がくれた戦法は大切にしているけど、裁縫は全くわからなくてさ。これがあれば自分でも縫い直せるんだね。ありがとう。でも褒美はいらない。君に従うのは己の心に従った結果だから。長年軍隊で暮らしていたから、見た目からも少年の未熟さがなくなってしまったよ。君がくれたこの槍は俺と共に戦場を幾度も渡ってきた。もう自分の腕のように使いこなしている。俺は自分で姿を変えられるし、今戦法を脱いでも少年には戻らないが、それをこの場で確かめる必要はないだろう。戦法は姿を変える鍵ではなくなってしまったが、俺の着慣れた服だ。しっかり着てないと稽古の時も物足りない気がする。俺が小さくなった時の話は言わなくていい。全部覚えている。君に忠誠を誓うのは幼い頃のよしみだけじゃない。君の寛大な心、聡明な頭脳、すべて良い主の持つ素質だ。剣法には念がかかり、棒には月がかかり、槍には長い時間がかかる。つまり槍術は変化が多くて、一朝一夕で学べるものじゃないということだ。乱世の中にいる時間が長いと心が冷たくなる。君が作った料理、君と知り合って過ごした日々は、俺をつなぎ止める最後のぬくもりだ。昔はたくさん勲章と名誉を与えられたけど、君の褒め言葉には及ばない。一言でも一皿の手料理でも嬉しい。どうしてこう思うんだろう。戦法を脱いだって俺は自分で姿を変えられる。ただ少年の姿に戻ると心も幼くなった気がするよ。俺はいっちゃんを守る戦士だ。どこにでもついていくよ。さあ、これからどうするの？よかった。もう傷が癒えるまで隠れて待ってなくて済む。人にケアしてもらう感じはいいな。お風呂より暖かい。これが生まれ変わる感じなのか。
よそから助けを借りなくても、もう完全にこの力を制御できるよ。天性の素質はもちろん重要だけど、背が低くて痩せている人が必ずしも弱いとは限らない。生まれつき体が弱くても、自分の努力で強くなれる。身につけている武術以外のことは苦手だ。でも、君の命令なら、得意になれるよ、頑張るよ。俺にとっては、人の腹を満たせる食料こそ一番大切なものだ。だから、たくさん持って帰ってきて、君にあげるよ。戦いの後、宴はやるの？俺、ちょっとお腹すいたみたい。俺はもう、二度と大事な人を失いたくないんだ。絶対。この漁村に同じ悲劇を繰り返させない。絶対。俺が突入して、敵をボコボコにしてやる。体が弱いからって俺を見くびった奴は、全員ぶっ倒してやる。戦場。俺が強くなるには、確かに一番の場所だな。君がいない間は、ずっと代わりに空想を守っているよ。感謝はしなくていいから、何か美味しいものを作ってくれない？いい匂いがしたから見に来たよ。今日の朝ごはんも、いっちゃんが作ってくれるの？匂いからして美味しそうだ。静かな夜だな。漁村の虫の鳴き声とか、風が葦の草むらを通る音を思い出すよ。いっちゃんもあの頃を懐かしく感じるの？これは三国で一番好きな将軍だ。戦法につければ俺も趙雲のように勇敢な人になれるかな。ふん、こんなおもちゃ戦場じゃ使えないよ。本当の子供たちにあげた方がいい。俺はもう子供じゃないぞ。でも俺の頭を撫でるいっちゃんは優しくて嫌じゃない。どうして腕に包帯を巻いているのかって？大丈夫。稽古の時に怪我をするのはいつものことだからもう慣れた。この痛みが俺を強くするための励みになるんだ。俺の服どこか破れたりしてない？ああ、そんなこと気にしなくていいんだっけ。うっかりしてた。ここは三国に関する本がたくさんあるし、映像もある。今日は一緒に趙雲将軍の人生を描いた映画を見ようよ、ね。俺はもう大人の将軍なんだけど、小さくなるとつい他の子供と一緒に遊びに行っちゃうな。俺の記憶の中では君の作る料理が一番美味しいよ。温かい味だから。弊社で怪我が治りかけたら今度は咳が出るって言って嘘をつくのさ。下がって、俺は大丈夫だから。ってどう？それっぽく見えるだろ。どうしてずっとついてきてるって？よそ見をしたらいっちゃんはいなくなるんじゃないかと思うから。ずっとついていくだけで安心できる。君はもう食人になる夢を叶えたから、俺も頑張って自分の理想を叶える。将軍になるとこじゃなくて、その君を守るっていう初心の願いをさ。